皆さんお疲れ様です。おばちゃんみーこです。今回は滋賀県花の百名山の霊山山に行ってきました。今畑集落跡の登山口から西南尾根の花の多いコースを使って山頂に向かいました。京塚山、汗吹峠、大ぶら谷を周回する予定だったのですが、霧雨と風速10メートルを超える風で視界が良くなかったので、今回もピストンで往復しました。装備ですが、稜線を出るぐらいからレインウェアの上下を着用しました。霊山山はカルスト台地の地形が楽しめたり、今は春の花がたくさん楽しめる山です。今回は一番見たかった山芍薬は見つけられませんでしたが、可愛らしい花たちが雨の中出迎えてくれました。それではご覧ください。雨が降ってます。ミストでちょうどいいかも。
マジ。こっちだ。
最後までご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしければインスタ、ツイッターの方も見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。